小原の勝利だ。ん？巨人族？相変わらず。また一段と。俺はクローバーのおっさんと面識があってね。世界中を飛び回るやんちゃな男だったからな。ああ。貴重な本物、このまま奪われるわけにはいかん。エルバフからやってきたようだが、小原が命がけで残した財産は。聞いて呆れたぜ。我々自由軍への勧誘は蹴るのにな。標的は見失うな、ドラゴン。今回の事件はさすがに聞いたよ。俺は戦える軍隊を作る。